皆さん、こんにちは。本日は、サイエンスダイレクトのトピックページのご紹介をしてまいります。トピックページというのは、例えば、皆さんが論文を読んでいるときに、知らない単語が出てきたときに使える機能になります。通常は、Wikipedia で用語を調べたり、Google スカラーでその用語を検索したりとすることがあるかと思います。しかし、トピックページは、サイエンスダイレクトの特徴、 おサイエンスサイリクトにはジャーナルと書籍が入ってるんですけども、その中の書籍、つまり確立された理論のみで、その情報を作り上げるんですで。その作り上げた情報っていうのがトピックということになっています。論文を読んでいるときに、えー、青いリンクが出てくるんですねで。そこをクリックしていただきますと、そのトピックページに繋がっていきます。 実際に見てみますと、これが論文のページになります。上から見ていきますと、アブストラクトが出てきました。でこの中で、ヘルスケアコスト、こちらをクリックしてみます。そうしますと、おヘルスケアコストのトピックページが出てくるという仕組みになります。えー、ヘルスケアコストの概要が出ていまして、それの出典が出ております。 じゃあ、この出典元の文献を見てみたいというときには、ここをクリックします。そうしますと、その情報が出てくるという流れになります。下の方を見ていただきますと、その他にも様々なエルゼビアが出版してきたこれまでの書籍からの情報がキュレートされて出てきております。こちらの文中でも青い文字がありますので、 クリックしていただくことで他のトピックページに進んでいただけるという作りになっています。このヘルスケアコストのこの情報を取っておきたいときには下にあるダウンローダーズ PDF を押していただくとここに載っていた情報を PDF ファイルにして落としてくれます。実際にこんなファイルになりますね。先ほどの HTML 上での情報が PDF になったということが わかると思います。他にどんなトピックがあるかというのは、ブラウズトピックというページで検索ができるようになっています。このページは URL がわかりやすいものに作られていますし、先ほどのヘルスケアコストのページから、ビューオールトピックスを押していただければ、全トピックのページにも飛ぶことができます。 ここで、例えば、ステムと入れてもらいますと、ステムに関するトピックが出てきますので、その用語をクリックしてもらうと、また同じくそのトピックページが出てくるということになります。論文を読んでいるときにわからない用語があったら、他のサイトに行くのではなく、サイエンスとダイレクトの中で確立された理論、知識、 そういったものが集約された書籍からの情報をキュレートされている。そんなトロピックページ、ぜひご利用ください。